潜入してきます。ついていきます。選手の皆さんの選手紹介式の裏側を突撃してきます。これでモモのあれスキー撮ってほしい。あ、本当だ。めっちゃ目線カメラ。でもね、そんなとこにあったんです。寒いとこ行くと電源切れちゃったよね。そうなんや。そう、暑いからやられるけど。久しぶりの、あ、でももう結構選手紹介は始まってやってる。久しぶり。結構初めての制限かけてないらしくて。あ、そうなんだ。結構いっぱい。あ、じゃあお客さんいっぱいいるかな。いっぱいいる。いる。え、います。ちょっと参加したいと思います。おはようございます。おはようございます。お久しぶりですか。選手紹介も何回か。前回。あ、前回やりました。このコメント楽しみにしていてください。私の上にも3年、しかも最初2年って書いてある。違うよ、王って書いちゃったんです。石に、石の上にも王いっぱい入れちゃった。いっぱい入れちゃったんです。罰して、これです。そうね、もらってくれやすね。チリングの開幕に先立ちまして、こちらのステージが決まって、ただ今から選手紹介式を行わせていただきます。お客様はお集まりいただけるか関係者一同心配しておりましたが、たくさんお集まりいただきまして、本当に喜んでおります。ありがとうございます。声は出さずに拍手で、応援をしていただければと思います。また花束やプレゼントのお渡しも禁止することになっております。意外にもここ玉川崎では初の参戦となります。大阪一節間頑張ります。よろしくお願いします。通行がマコさんに。おはようございます。やばい、ありがとう。ラボそして6号艇です。初チームで初の登場になります。山川と、おはようございます。気持ちだけは負けない走りをします。よろしくお願いします。先輩に3分になります。通行が山川ひろ、誰よりも似合います。4月、孫崎智代。笑顔で頑張ります。笑顔で頑張ります。座右の銘は、天ヶ崎も楽しみたいと思います。よろしくお願いします。6日間楽しんでください。愛知、新聞、サッカー、人生楽しんだもん勝ち。楽しみます。おはようございます。いっそいっそ頑張ります。117期全員で頑張ります。今節は115期です。自分らしくイコール他力本願だから。優しく頑張ります。天気の、そして前日の気分切りもいたす。東京清水崎。頑張ります。おはようございます。おはようございます。まだまだ伸びしろしかあらへん。見守っててください。広島菅野ってる様です。伸びしろしか しかあらへん。ありがとうございます。いっそいっそ元気化します。おはようございます。本日もオーダーの会議です。寒そう。ベンチコートは着ていったらダメって。あ、そうなんや。まだできてる。これ棚からもたもちにすればよかったですね。
みんなの時は街ですか、なんか中は、まず椅子はなくてみんなわちゃわちゃしてる感じです。よう自分に自信なかったんでよう何も言えんかったです。控えめに。いや、どうやって結構お客さんいた？まあ、ぼち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 。もうでも慣れっこやもんな。緊張も緊張はせんせんな。さすが帰るでって言われるんだ。帰りながらどこ選手紹介式について選手紹介式についてプレゼントいっぱいくださいぐらい。ください。子供のおもちゃとお菓子と日用品。現実的です。現実的なもんだ。そうだよ、現実的よ。私選手紹介の裏側の YouTube って、裏側 YouTube。 もう帰ってきてるよ。みんなだってこの辺みんな慣れてますもんね。緊張さすがに。子供のおもちゃとお菓子とくださいってとりあえず言ってます。あと日用品と。日用品現実的。うちあのこのアンダーバーのあったかいやつ欲しい。あったかいやつ。冬バージョンのこの分厚いやつ。今年冬寒い。去年思わんかったのに。いや毎年寒い。毎年寒いし、毎年暑い。カイロやん。だから、桃香は。カイロください。あ、春カイロ。あの、マグマ。マグマ。めっちゃ。うん、マグマと、冬はマグマで、夏は。コロナでもらえへんやん。届けてもらえるんですかね。あ、そう、届けてください、ここまで。みんな。以上、選手紹介式の裏側でした。